と憧れてたあの人はもうどこかへ引っ越したか。あの日交わした約束は忘れられてしまったのか。一人言は誰も聞いてない。雑誌で見た華やかなショーウィンドウ、覗いてた誰かの手の跡で汚れてしまったか。欲しかったものが欲しくなくなるのは諦めより